9月8日初秋、ほのかに秋の初風を感じる季節。助けを求めるその手紙が届いた時には炭の跡はすでに乾ききっておりました。手紙は当家当主の一人娘トーピンからのもので、トーレイというハントが次々と家のものを手にかけているという内容でした。中秋の夜に3人、8月20日に6人、9月1日には10人と、皆一撃でとどめを刺されたそうです。当霊はもともと当家の二代目の弟子で、武功は同期の中では中の上といったところ。しかしその武功だけではここまでの大騒動を到底引き起こせるはずがないのですが、死の間際に兄弟子が言ったわ。当霊が現れた時、体から8本の腕が生えてきたって。まさかあの金樹なのでしょうか。しかしあれは闇に葬られたはず。トーピンは南城の外れまで逃げたが、当霊の気配を近くに感じ、なすすべなく組織に助けを求めました。どうやら南城に行ってみるしかないようです。南城の外れに着くと、血の海の中で静かに立ち尽くしているトーピンを見つけました。トーレイは彼女一人を残し、他の全員を殺したようです。奴の手下からあの二度と思い出したくない気配を感じます。思った通り、皆さっき改装を施されていました。その金樹の生みの親は5年も前に組織によって打ち滅ぼされたはずですが、この裏に一体どんな秘密が隠されているというのでしょうか。私めは案内人形、少子様の最新作でございます。私が出発する前にこれを馬車に隠したのでしょうか。それで何ができるのです。おしゃべり、歌、ストレス解消なら一曲歌っていただけますか。おしゃべり、歌、ストレス解消。少子の開発はまだ終わっていないようですね。おしゃべり、歌、ストレス解消。動かないようですね。いえいえ、武学を基礎の基礎から教えて差し上げます。千里の道も一歩からですよ。基礎から教える。この案内人形は組織の新人教育用に作られたもののようですが、
何かの手違いで私の馬車に乗せられたのでしょうか。千里の道も一歩からですよ。教えてもらう必要はありません。この案内人形とやらまだ未完成なところもあるようですが、実験だと思って付き合うことにいたしましょう。千里の道も一歩。私と恋仲だった頃、トーレイは誰よりも努力家だった。一生懸命頑張ればいつか人の上に立てると信じて、特に私に求婚してからは狂ったように武功を鍛え任務をこなし、自分はできると父上に証明しようとした。でも彼はちっとも楽しそうじゃなかった。私はそんな彼が心配で、もっと一緒に楽しい時間を過ごしたかった。人の上に立てるかどうかなどどうでもよかった。でもそう彼を説得した時、その反応はとても恐ろしかった。ふっ、俺なんか君にふさわしくないって最初から思ってたんだろう。あれから私たちはたびたび喧嘩するようになった。私はただ彼を心配しているのに、彼は自分の羊をバカにされたと思っていた。私たちはどんどんすれ違っていき、ある日とうとう彼は手を挙げてしまい、私はぶたれて気を失った。父上がこのことを知り、激怒して彼を切り刻むと言った。私は命だけは許してと父上に泣きすがって、その後傷だらけの彼は家を追い出されてしまった。なぜだろう、彼はいなくなったのに、いつもどこかで彼に睨まれている気がする。彼への恋心はすでになくなり、恐怖しか残っていない。夜になるとまどろみの中で視線を感じて、私は毎晩悪夢にうなされていた。思い過ごしの時もあったけど、何回かは彼がすぐそこにいたって分かってた。彼は何がしたかったのでしょうか。私は何を間違えたのでしょうか。あなたたちは恋仲でしたが、別れた後もトーレイにつきまとわれていたと。初めは
ただ後をつけたり隠れて見てただけだった。それからどんどん。彼はなぜそんなむごたらしいこと。あれは中秋の夜、落ち込んでいる私を見て三人の兄弟子が気晴らしにと月見に誘ってくれた。しかしその次の日、三人とも家の中で魔の手にかかってしまった。月見の後すぐに殺されたそうだ。なぜ東霊がやったと。ある日彼は突然現れて、私に手を出す男は全員殺すと吐き捨てていったから。だからあなたと目が合った門下生を16人も殺したと。まだ私を愛してるって言いたかったのかもしれない。そんなものが愛なら少し恐ろしすぎるのではありませんか。あの滞在人東霊がそのように卑屈で哀れな人だったとは。彼は自分の愛に酔いしれているようですが、他人から見ればただの馬鹿げた行い。案の定この歪んだ愛は何者かに利用され、彼は殺気回想の術を施されたのです。5年前、組織は技術の創始者を葬りましたが、その技術を生んだ元凶を拭い去ることはできなかったのです。その元凶こそ殺気回想という呪いに餌をやり続けている醜い人間の本性なのかもしれません。
初心者の方はぜひ覚えることが、いろいろな組み合わせ、皆さんに変わって